鈴木さんとんでもないことを言い出してます。これね、僕、すごい疑ってるというか、これ、ホラだろうと思ってるんですけど、ってみましょう、鈴木さんね、とんでもないことを言い出してます、君たちはどう生きるのか、贅沢な映画でした、と子会社化についてお金の問題、影響してるんですかという質問に対してです、ちょっとどうしようかなって笑いながらです、ね、ちゃんと採算を取れました、おかげさまで、何年かけて頑張ってやっても回収できると証明できた、僕自身、本当のことを言うと難しいと思っていたが、思いのほかそうじゃ長いことが出てきたと。これから始まる 海外での上映がすごい勢いっていうふうにおっしゃってますこれね僕すごい疑ってるというかですねこれホラーだろうと思ってるんですけど先週の月曜までの段階のですね成績発表が、まあ、毎週毎週映画の興行成績出るんですけど「君たちはどう生きるか」が11週目でですね累計で動員553万人、まあ、すごいんですよで興行は82億5000万円。 興、ね、業収入っていうのはですね映画館の入場料金の合計のことです英語ではボックスオフィスっていうんですけど映画館に入るお金が82億5,000万円なんですよでこのうちですね半分が映画館の取り分にあります50%が映画館が持ってきますなので配給会社にですね41億円入るんですよでここからですね通常宣伝費をトップオフします でただ今回ですね宣伝費がないと考えていいのでですね配給会社が配給手数料だけ取るんですよね。でこの配給手数料っていうのがまあ10%ってことはないですよね20%から30%の時にわれてます。なのでですねジブリに入るのはですね興行収入が40あ 82億円であってもです、ね、ジブリに入るのは大体28億円から33億円まあ30億円を超えるぐらいだと思うんですよだから絶対ね制作費の僕の予想の、ね、60億には届かないというかですね30億であんな映画ができるはずがないのでですね採算が取れたはずなんですよ回収できるはずがないんですよなのにインタビューでですねちゃんと採算を取れましたというふうに言ってるんですけどなんかこれが僕はホラーだということなんですよ、ね。嘘なんですよ。で何のためにっていうと ジブリを買い取ってくれた日テレの株価を 上げるるためだと、僕は思ってるんですけどね。よく、ね、鈴木さんこうと言い方するんですけど、ね、本当のことを言うと難しいと思っていたがっていうふうに言うんですけどもこういうです、ね、自分で本当のことを言うとっていう後に否定的なことを言った後ででも大丈夫でしたというふうに言うことで,です、ね、その自分が言ってることの信憑性を上げようというさすが朝日芸能出身のです、ね、人だからここら辺マスコミがどういうふうに捉えてどういうふうにあの報道で流すのかというのを熟知してるんですよね。 でやっぱり僕これはだから数字から考えてリアリティがない話なので嘘だと僕は思ってるんですけれどももう一つですね株価を上げるための発言だと僕が思っているのが。 僕が思うのはジブリや世界でも珍しい映画しか作らない会社その考え方を誰かどこかで変える必要があると若い人材を育成するというのであれば育つために必要なのはテレビシリーズだとテレビシリーズで若い人に機会を与えて秀作を作ってもらうその中で出てきたのが高畑でありもともと宮崎だったとその意味で本当の経営者が必要本物のっていうふうに言ってるんですけどまあこの辺の発言でね一気に。 あの日テレの株価が上昇したんですが、ねまあ、すごいですよ。